皆さんこんばんは。元男の子の青木香音です。本日は私が今まで胸に秘めていたことをお話しします。よく質問で、香音さんってなんで女の子になったのとか、女性になったきっかけって何ですかとかいろいろ言われるんですけども、実はね、私皆さんに今まで嘘ついてたんです。それはよくそういう質問来た時に、女の子になりたいっていう気持ちがちっちゃい頃からあったからなんですっていう感じの簡単な受け答えしかしてなかったんですよ。あ、今日ね、私マスカラしてないんですよ。だから目つき悪いかもしれないの。なんでかっていうと、ビューラーを忘れちゃったの、実家に。それだけ。皆さんにじゃあ何を嘘ついてたかっていうと、別に私女になりたくてなったわけじゃないんですよ。やばいでしょ、これ。これ、お前ふざけんなってなるかもしれないんだけど、今更感ありますね。やばいな。まあ、ちゃんと話します。私は、女になりたくてなったわけではなくて、ならざるを得なくなったから、女になったんです。っていうことです。あ、まあでも、理由はあるんですけども、男の人を女として愛したい。あとは、女として世間から扱われたい。じゃあそれをもうちょっと、根掘り深く話していくと、私はちっちゃい頃から、なんだろう、普通にまあ男の子として自分のことを自認してたんですよ。まあ自分は男だなって、もちろん20年間男として教育、まあ普通に育てられてるから、私は、まあ、それに対してあんまり、絶望感っていうのはなかったんです。まあ、声に関しては絶望感ありましたよ。何回も言ってますけど、それはもう女の姿になったから、女として歌を歌いたいから男の声だとちょっと嫌だよね。どうしようっていう部分で絶望感。まあ、それわかりますよね。ただ、結構いろんな、その性別変えた人の、エッセイとか本とか読んでいくと、私は昔から、心が女で男として生きていくのがすごい辛くて、もう何回も死にたいと思ったっていうのは結構な事例なんですよ。むしろそれが多分大半だと思うの。でも私って学生時代の姿を見ていただければ分かる通り、全然女の子らしい感じのをむしろ自らやってなかったんですよね。どっちかってもう本当ゴリゴリの男。それに関して私は絶望感なかったの。むしろもしかしたら私はある一つのきっかけがなかったら女になってなかったかもしれないって思ってて、まあ、きっかけっていうか、その踏み切る決め手となったのはさっきの欲求2つもそうなんだけども、椿彩菜さんという方の本を読んで、あ、こういうことあるんだな、よし、じゃあ女になっちゃおうっていう感じだったんですよ。じゃあさっきのならざる、追えない、別になりたくてなってるわけじゃないっていうのは、私はちっちゃい時から自分は男の子だけども、男としてのなんか責任とか役割を果たすことを求められることに対して違和感を持ってたんですよ。別に自分は女の子になりたいとかではなくて、男の子として扱われることがすごい嫌だった。まあそれもちょっと説明が難しいんですけども、どっちかっていうと、多分みんながイメージしやすく答えるとすれば、男と女の中間みたいな、もう本当にグラデーションの部分、女が例えばピンクだとして男が青だとしたら、そのなんか混ざり合った色がもしかしたら私はすごいしっくりくるのではないかなって思ったりも何回もしたし、あとなんだろう、それが私にとって苦であるかって言われたら苦ではないかもしれない。このグラデーションでいることに対してね。ただやっぱこういう髪の毛伸ばしたりとかしたいし、女の人の服着たいし、恋愛対象男だしってなったから、まあ今女として、あ、じゃあなるかっていう感じなんですよ。難しい。
難しいでしょ。もうね、ある意味本当病気なの。うん、そう、私が言ったら別に炎上しないですよ。ただ他の人が言ったらもしかしたら炎上するかわかんないけども、私は自分のこと病気だと思ってて、だって普通に考えて自分が生きてる中でこういうことを思うのってやっぱちょっと変わってるじゃない。だから別にまあそれはそれでいいんですよ。だから病気を治すために私は女になったみたいな、わ、なんかすごいチャイム鳴ったんだけど、わかりやすいですかね皆さん、それ伝わってますか。みんな周りの元男の子たちはちっちゃい時からスカートを履きたいとか可愛いものが好き、まあでも私も可愛いもの好きっていうか戦隊ものも見てたし、お邪魔女ドレミとかああいうまあ、他の方で言うとセーラームーンみたいな感じのキャラクターも私好きだったんですよ。どっちも好きだったんだよね。うん、だってガッシュベルってカード、男の子が結構好きなカードもやってたし、女の子が好きなハム太郎もやってたし、ほんと中間なんだよ。で、坊主にすることも別に死ぬほど嫌だったわけでもないから、ほんと中間なんですよね。じゃあ、あなたはバイセクシャルなんですかって言われたらそうではないんですよ。もう今女として生きてることが安定してるし、もし今後私が男になる可能性はまあ、ほぼほぼゼロですけども、例えば、男装することにまた、なんだろう、目覚めるみたいな、そういうのないんですよ。ただ、私は、なんかちっちゃい頃から心が女の子ですかって言われたら、そうではないっていうこと。うん、ほんと難しい。多分この動画で答えを出せって言われても答えが出ない。多分それが私なんだと思うんですけども、女性の方で化粧別に興味ない人も、まあいっぱいいると思うけども、私も結構興味ないっていうか、まあ普通、必要最低限のものができればいいかなとか、まあ可愛くなれるんだったらそれは嬉しいですけども、でも結構私の周りの、その元男の子さんだとすごいコスメとかに、なんだろう、執着っていうか、可愛いキラキラしてるものがもう本当に大好きっていう感じ。でも私はどっちかっていうと黒が好きだし、なんかヒラヒラフリフリしてるのもあんまり好きじゃないし、難しいでしょ？これが私なんですよ。だから、この動画を見たことによって視聴者さんは、あ、かのんちゃんって結局なんか、女じゃないんだな、みたいな思われちゃっても仕方ないと思うけども、そう、周りの元男の子と比べても私ってなんか、自分浮いてるなって思うことはあるんですよ。みんな結構、同じような話題で、そうだよねっていう感じになるの。私、なんないの。昔からそれはね、今でもその謎が解き明かされてないっていうのが、常に思ってることですかね。ちょっと待ってね。なんか難しい話しちゃったんですけど、結局私は私だっていう。そう、この前出した歌のように。ね。そう、そういうことです。これからも私を見る目は変えないでほしいなっていう私からの最後にお願いをしておきます。もしこの動画が良ければ、グッドボタン、チャンネル登録、評価、お願いします。Twitter、Instagram、そしてサブチャンネル青木かのの秘密箱も画面の下にリンクありますので、ぜひチャンネル登録してねー。また次の動画で、しましょう。今日は前髪変わったでしょ。ちゃんとセットしたんで、すだれかみたいな感じで言われちゃうけど、すだれじゃないんだよな。埋もれてゆく夜空の下。